きなお相撲さんに元気よく挑む子どもたち。今日は大沼津部屋の力士2人が名古屋橋で宿舎を構える尾張旭市の保育園を訪れ、園児と交流しました。そしてお相撲さんへの質問コーナーでは、相撲さんは一食でご飯を丼で5杯食べます。子どもたちはお相撲さんに手形付きのカードを送り、感謝の気持ちとともに名古屋場所へのエールを送っていました。楽しかったです。手がでかかった、うん、もう元気いっぱいだったんで、僕たちも今場所頑張ろうと。